ちゃちゃまる、バイバイ、また明日。すっかり遅くなっちゃった。あれ、なんか捨ててある。かわいいお人形だ。なんで捨てられてるんだろう。なんだかこのお人形、悲しい顔をしてる気がする。捨てられちゃって悲しいのかな。よし、このお人形お家に持って帰ってあげよう。ジャスミンたち喜ぶかな。ただいま。おかえり。おかえり。ジャジャマルと遊んでたら遅くなっちゃった。あれ、その人形どうしたの。ああ、これゴミ捨て場で拾ってきたんだよ。え、ちーにゃん、拾った人形なんて戻してきなさい。なんかその人形の目、生きてるみたいで怖いよ。やだよ、私この人形気に入ったもん。それに人形の後ろにメリーって書いてあったの。きっとメリーさんって名前なんだよ。君が悪いわ。今すぐ元の場所に戻してきなさい。はーい。もうあんなに怒ることないのに。うちに置いてあげられなくてごめんね。バイバイメリーさん。それじゃあお母さんとお父さんはお友達の結婚式に行ってくるわ。明日のお昼には帰るから、いい子にしてるのよ。はーい。子供たちだけで留守番なんて大丈夫かしら。大丈夫だよ。平気平気。誰かが来ても鍵を開けちゃダメよ。それから火も使わないでね。あと夜ご飯は。もう何回も聞いたよ。二人とも心配性なんだから、こっちのことは気にしないで楽しんできてよ。それじゃあちーにゃ、任せたわよ。うん、任せて。僕お姉ちゃんの言うことちゃんと聞くよ。それじゃあ行ってくるわね。行ってらっしゃい。子供たちだけで夜を過ごすなんてなんか変な感じだね。そうだね。ねえ、もう一回ゲームしない。うん、今日はもう寝よ。もう、まだ遊びたい。ダメ、今日はお姉ちゃんがこの家で一番偉いんだからね。ちゃんと言うこと聞きなさい。はい。それじゃあ二人ともおやすみ。おやすみ。おやすみ。なんだろう、こんな時間に。お母さんかな。もしもし、お母さん。もしもし、私メリーさん。今ゴミ捨て場にいるの。え、なに、メリーさん、今の電話何だったの。はあ、なんだか怖くなってきちゃったな。早く寝よう。うわあ、そんなに驚かないでよ。電話、お母さんから。うん、なんかメリーさんっていう人から今ゴミ捨て場にいるって電話がかかってきて。メリーさんってお姉ちゃんが拾ってきた人形の名前だ。パンタ、怖いこと言わないでよ。まさか人形から電話がかかってくるなんてありえないでしょ。いたずら電話かな。あ、また電話だ。メリーさんからかな。お姉ちゃん出てみて。うん、はい。もしもし。もしもし、私メリーさん、今案内所の前にいるの。案内所の前。案内所って中野島の案内所の前かな。なんかうちの家に近づいてきてない。確かに、まさか人形が歩くわけないじゃん。今笑い声しなかっただのも。電話来なくなったね。私眠くなってきちゃった。もう寝ようかな。だってパンタなんて座りながら寝てるよ。ほんとだ。むにゃむにゃ。でもまた電話がかかってきたらどうしよう。これだけ待ってかかってこないんだからもうかかってこないよ。そうかな。そうだよ、お姉ちゃんは気にしすぎ。ほらパンタ、ベッドで寝るよ。お姉ちゃんは寝ないの。私はもうちょっとここにいるよ。そう、おやすみ。おやすみ。あ、また電話だ。もういたずら電話はやめてくださいって言おう。
もしもし、もう電話するのはやめてください。もしもし、私メリーさん、今あなたのお家の前にいるの。家の前？うちの家の前まで来てるってこと？鍵閉めたっけ？よかった、ちゃんと鍵閉まってる。また電話だ。もしもし、もういい加減にしてよ。もしもし、私メリーさん、今あなたの後ろにいるの。